こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は自宅でも簡単にできる集中して勉強する方法について解説していきたいと思います。みんな自分にとって集中して勉強できる場所ってあるよね。でもね、なかなか自宅では自分の部屋では集中して勉強できない、こういう人もいると思います。図書館とか自習室だったらよく集中して勉強できるのにな、こういう人のために、今回は自宅で簡単にできる集中して勉強する方法について解説していきたいと思います。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に教科書の再生リストが表示されます。その中に解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。今はこんな状況だから簡単に自習室とか図書館で勉強できる状況じゃないよね。どうしても家の中で勉強しないとダメ。でもさ、家ってなかなか集中できないじゃん。図書館とか自習室だったら集中できるのになーって思ってる人多いと思います。その人にどうやったら家の中でも集中して勉強できるのかっていう方法についてお話したいと思います。結論から言うと、家を図書館とか自習室に作り変えてしまったらいいんです。そんな言ってもさ、家が図書館とか自習室みたいになるわけないじゃんって人、もしなるとしても大変そうって思ってる人いると思います。すぐにできます。家から図書館まで、家から自習室まで行く時間があれば、家の中をガラッと図書館みたいに、自習室みたいに改造することができます。今回はそのやり方についてお話しします。そもそもなんで家の中って集中して勉強できないのか、図書館だったら勉強できるのかっていうと、図書館ってさ、基本的に行ったらもう勉強するしかしょうがないじゃんか。図書館とか自習室の中に入ったらもう 90% ぐらいは勉強してるんじゃないかな。だから脳はその図書館とか自習室が勉強する場所だっていう風な認識してるのよ。それに比べて家の勉強部屋、まあ勉強部屋っていう風な名前ついてるんだけど、自分の部屋ってどんな感じで使ってる？勉強以外にもそこで寝ることもあるわけじゃんか。お菓子食べたり、ジュース飲んだり、漫画読んだり、ゲームしたり、友達と連絡取り合ったりすることもあるわけでしょ？勉強やってる時間なんて全体の半分もあればいい方なんじゃないかなって感じだよね。なので脳がそこの場所、自分の部屋のことはもう勉強する場所じゃなくて、くつろいだり楽しいことをする場所みたいな感じで認識しちゃってるんだよね。一回そういう風に認識しちゃって、しかもそこの中で勉強やって集中できない、だらだら勉強するみたいなことが積み重なっちゃってるから、もうますますその部屋で勉強がしにくくなっちゃってるわけ。じゃあどうするか、作り変えるしかないよね。環境を作り変えて、もう脳にここの場所は新しく生まれ変わった場所、もう図書館と同じなんだよとか自習室と同じなんだよっていう風な情報を伝えてあげないといけないわけ。じゃあどうするか、それは自分が理想的に勉強できるスペース、まあそれが図書館にしても自習室であれ、それを一個一個真似ていったらいいのよ。人間が何かその場所を認識するときに使ってるのが五感だよね。目とか耳とか鼻とか口とか手とかで、その場所がどんな場所かってことを認識していくわけ。その一個一個を理想の場所に近づけていってあげるのよ。まずは目から行こうか。視覚だよね。目で見てこれは勉強する場所だみたいな感じで作り変えてあげるわけ。どうするか、図書館とか自習室の机の上ってすっごい綺麗だよね。何にもない状況。ところが自分の勉強部屋の机の上って結構いろんなもん置いてるんじゃない？テキストとか問題集はもちろんのこと、写真とか飾りとかいろんなもの置いちゃってるよね。そういったものを一回全部取ってあげるのよ。取って目の届かないところに置くこと。机の上っていうのはもう何もないような状況。図書館とか自習室のような状況を作り出してください。時計はどうするか。時計も置いちゃってる人多いと思うんだけど、図書館とか自習室って目の前に時計がバーンってあるわけじゃないじゃんか。ちょっと目の見えないところであったり、離れたところにあるわけだよね。じゃあそういった場所に時計も置いてあげてください。
で、机の上はまず片付いたと思います。で、その次、周りの状況だよね。いくら勉強するっつったって、やっぱ周り見ることもあるじゃんか。図書館とか自習室で周り見たときさ、結構ガランとしてるよね。まあ本棚があったりとかさ、他に勉強してる人、本読んでる人とかいるかもしれないけど、基本的にごちゃごちゃしてない。それに比べてみんなの部屋ってごちゃごちゃしちゃってるよね。まあこれは勉強するだけじゃなくて生活する空間だからしょうがないといえばしょうがないんだけど、勉強今からするってなった時にあんまり周りにねごちゃごちゃしたものが置いてあるっていうのは集中力がそがれちゃうのよ。なので本当はついたてみたいなのがあればいいんだよね。他のものが見えなくするように壁を作ってあげるっていうのが一番いいやり方なんだけど、家にちょうどいいものがないっていう人は大きなシートをバサッバサッって被せていくだけでもいいと思います。とりあえず周りがあんまり見えないような状況を作り出してあげてください。これがまず1個目。目からの情報っていうのを理想の場所に近づけてあげるっていうこと。その次、耳だよね。聴覚。ちょっと思い出してみて。図書館とか自習室っていうのは音が全くないわけではないでしょ。本をめくる音とかさ、人が歩く音とか、ちょっとした音はあるんだけど、基本的に静かだよね。で、家って言ったら、さすがに生活の音っていろいろしてるじゃんか。洗濯機が回る音とか、掃除機の音とかさ、兄弟姉妹が遊んでる声みたいなしてるわけじゃんか。そういう音とか声とかをみんなちょっと黙ってよみたいな感じですることって無理じゃん。だって家は生活する場所だからね。じゃあどうするのか。耳栓だよね。耳栓して周りの音の量を減らすっていうことが一番簡単な方法かなと思います。でもオッケー先生も音で苦しんだことがあったんだよね。もう近くで工事しててさ、めちゃくちゃうるさいのよ。で、耳栓してみたんだけど、そんなんでは全然静かにならないんだよね。だからしょうがないからノイズキャンセリングのヘッドフォン買ったの。ノイズキャンセリングがついたヘッドフォンとかイヤホンって結構高くって、オッケー先生も Bose の3万円ぐらいするやつ買ったんだけどね、使ってみたらもう効果めちゃくちゃあったよね。オッケー先生は音楽聴きながら集中できないからノイズキャンセリングだけオンにしてヘッドフォンつけてたの。そしたらもう騒音レベルがもうめちゃくちゃ下がってすごい集中できたんだよね。なのでこれちょっと高いんだけど、もう音がめちゃくちゃ気になる、音がすっごいうるさいみたいな人は考えてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、音楽聴きながら勉強やってる人、ここでは音楽聴きながら勉強するのがいいか悪いかっていうのを置いといて、その図書館とか自習室で集中して勉強してる時に音楽聴いてるかどうかってことで決めてください。もし音楽聴いて図書館とか自習室で集中できてるんだったら、家でも同じ音楽を聴いて勉強してください。もし音楽聴いて勉強してないんだったら、家でも音楽聴かずに勉強してみてください。できるだけもう集中できる場所と同じ環境を作り出してあげることが大切なんだよね。その次に触覚。手とか皮膚で触れた感覚。図書館とか自習室の机って結構シンプルじゃんか。木とかプラスチックとかすごい単純だよね。でもさ、家の机って勉強シートみたいな敷いてる人とかもいるじゃんか。それってやっぱちょっと感覚違っちゃうんだよね。なのでそれも取っちゃってください。できるだけ図書館とか自習室の机の感覚に近づけることで、椅子、図書館とか自習室の椅子って結構シンプルだよね。これもそんなに座り心地がめちゃくちゃいいってわけじゃないじゃんか。でもみんなの勉強部屋にある椅子ってさ、結構いい椅子使われてること多いよね。姿勢が良くなる椅子とかさ、長時間座ってても疲れない椅子みたいなのを持ってるじゃんか。まあそれはみんなの親がみんなにしっかり勉強してほしいからそういう椅子を買ってくれたんだと思うんだけど、実際にその椅子に座ってやってることって勉強だけじゃないよね。ゲームやっちゃったりとか、電話で友達と話しちゃったりとか、お菓子とかジュース飲んじゃったりとか、いろんなことしちゃってるわけでしょ。そうするとやっぱり脳がその座り心地のいい椅子の上でやることは勉強じゃなくて、いろんな楽しいことができるんだ、くつろいじゃっていいんだっていうふうに思っちゃってるわけよ。だからどうしても勉強するときなんてなかなか集中できないみたいなことが起こっちゃうわけなんだよね。だから図書館の椅子と似てる椅子っていうのを探して持ってきて変えてみてください。いつもものすごく座り心地のいい椅子で勉強しちゃって、そのせいで集中できないっていう人は椅子を変えるだけでも結構効果が上がることがあります。最後に足だよね。足っていうのも勉強するときに結構重要なわけ。
足が地面についてなかったり、なんかブラ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 なんか足が遊んじゃってる状況でね、集中して勉強するっていうのはできないのよ。で、図書館とか自習室でそんな人あんまいないじゃんか。みんなもあんま足ブラブラさせながら勉強してるわけじゃないと思うんだよね。上履きとか靴とか履いてさ、しっかり足を床につけて勉強してると思うの。それを家でも同じことするわけよ。家だったらさ、裸足とかスリッパとかさ、足を組んだりしながら勉強してるかもしれないんだけど、それをやめて上履きとか靴とかをきれいにして、勉強部屋でもそれを履いて勉強するのよ。もう手からお尻から足まで、もう全部がまるで図書館にいるかのような感覚で勉強するわけ。そうすると脳が、あ、ここっていつもの勉強部屋じゃないんだ。これ新しい勉強部屋、むしろ図書館みたいな場所なんだっていうふうに認識してくれるのよ。その次に口、味覚、味の部分だよね。これ図書館とか自習室だったら基本的に飲食禁止だと思うのよ。だから飴とかガムとか食べながらやってる人あんまりいないと思うんだけど、家でそういうことやっちゃってる人結構多いわけ。食べ物じゃなくてもジュースとか飲み物を机の上にボンと置いて飲みながらやっちゃってるみたいな人もいると思うのよ。そういうのも全部やめること、図書館とか自習室みたいな環境を家でも続けること、これが重要です。ここまでで五感のうち4つについて説明してきたよね。視覚、聴覚、触覚、味覚について説明してきました。最後の五感は嗅覚、鼻だよね。この匂いっていうのが集中力に与える影響っていうのもかなりあるっていうふうに言われてるの。みんなさ、自分の部屋ってさ、匂いないと思ってると思うんだけど、やっぱりなんかの匂いはあるわけなんだよね。慣れちゃってるからわかんないけど。で、その匂いの中でやってることって言ったら、勉強だけじゃなくていろんな遊びとかさ、休憩とかさ、寝ることみたいなのもしちゃってるわけじゃんか。だからどうしてもこの匂いの中では集中できないってことも起こるわけなのよ。じゃあどうするか。さすがにこれは図書館とか自習室の匂いを家の中でも再現するってことは無理なんだよね。でも今の匂いのままだったらまずいので、変えてあげること、脳に新しい匂いってことを感じさせてあげることが大切になってくるの。一番簡単なやり方は匂い袋とか匂いの出る石鹸みたいなのを置くことだよね。集中できる匂い袋みたいなのもあると思うから探してみてください。あるいはアロマオイルみたいなのを瓶の中に垂らして、その中にお湯を入れることでも匂いが出てきます。火を使ってね、匂いを出すこともできるみたいなんだけど、ちょっとなんか危なそうだからそれはやめといてください。匂いも基本的にちょっとでいいと思います。集中してきたらもう匂いのことなんて忘れちゃうぐらい、ちょっとだけの匂いで十分だと思います。いつもと違うなっていうことを脳に分からせてあげること、そこが重要だからね。その匂いをこういっぱい嗅ぐことが重要なわけじゃないからね。以上のこと、自分の勉強部屋を改造するわけだ。人間の持つ五感、どれをとってもこれはいつもの勉強部屋じゃないぞみたいな状況を作り出すわけ。時間的には家から図書館までかかる時間、それぐらいの間でできるようにしてください。で、新しい空間が出来上がった。じゃあ今から勉強始めるよね。でも自宅でよくやっちゃいがちなのが、なんか大体勉強始めていつかよくわかんないけど、まあとりあえず終わったみたいな、いつからいつまでってはっきり決めてないような勉強時間、それは図書館とか自習室ではあんまりしないよね。図書館とか自習室が使える時間っていうのは決まってるし、何時について何時までっていうのははっきり決まってるわけよ。それを家の中での勉強でもやってください。勉強時間をはっきり決めることで、勉強時間はっきり決めたら、次にその勉強時間で何をするか、必要な科目のテキストとか問題集とかノートをカバンに入れてください。え？家の中で勉強するのにわざわざカバンに入れることないでしょっていうかもしれないんだけど、もうそれも全部理想の場所、図書館とか自習室に行くときと同じルーティーンをやっていってください。家の中でね、勉強やってて、あのテキストもやりたいなと思ってその本棚行って探してみるとかさ、ないなとか、そんなことやってたらまた集中力で下がってきちゃうんだよね。だから最初にどんなことを勉強するかって決めてカバンに入れとくのよ。でもしカバンに入れ忘れることがあったとしても、それはもうそれで終わり。図書館とか塾の自習室行ってカバンに入れ忘れたものあったからって家に帰らないでしょ。自宅で勉強やるときも同じなのよ。
まず最初にカバンの中に入れて、そこの中でなかったとしても、その中にある別の勉強をするみたいな感じでやっていってください。もう徹底的に自分が理想的に集中できる場所の勉強のやり方を真似するのよ。コピーしていくんだよね。ここはいつもの自分の部屋じゃないんだ。これは新しい勉強部屋なんだみたいなことを脳に叩き込むのよ。で、そのカバンの中にすべての教材を入れて、まあ、もしかして水筒とかさ、上履きとかも入れるのかもしれないけど、その自分の勉強スペースに向かうじゃんか。で、勉強始めるでしょ？で、勉強始めて休憩するときもあるよね。それは図書館とか自習室でも休憩するときはあると思うんだよね。でも、それも全部真似してほしいのよ。家だからって後ろにベッドとかソファーがあるでしょ？だから、いきなりゴローンってしたりとかさ、すごいリラックスみたいなことはしないでほしいんだよね。そんなことは図書館でできないでしょ。図書館でできるやり方で家でも休憩すること、これが大事になってきます。そして勉強終了の時間が来たらもうやめること、それはもう図書館とか自習室と同じだよね。で、やめてどうするか、図書館とか自習室だったら家に帰ってくるわけでしょ。その家に帰ってくる時間でまた自分の勉強部屋を元通りにするのよ。え？せっかく勉強できるスペース作ったのにまた元通りにするの？って思っちゃうかもしれないんだけど、これ重要なのよ。さっきも言った通り、なんで家で集中して勉強できないかっていうと、家の中の自分の部屋っていうのが勉強以外のいろんなことするスペースになっちゃってるからなんだよね。だからせっかく新しく作った新しいもう勉強するためだけのスペースができたとしても、そのスペースの中でまた漫画読んじゃったりゲームしちゃったり電話しちゃったりお菓子食べちゃったりくつろいじゃったりみたいな感じしてると、結局は脳がそこの場所ってそういうことする場所なんだって思っちゃうのよ。だからもう勉強終わって別のことするんだったら、それはもう片付けてほしいの。勉強するときだけにその環境っていうのは取っておいてほしいんだよね。机の上にまた同じように本とか時計とかいろんな写真置いていったりとか、椅子を元通りに直すとか、匂い袋とかアロマオイルを片付けて部屋の中を換気して、部屋の中がもうその匂いしないようにしてほしいんだよね。図書館から家まで帰ってくるぐらいの時間の中でその片付け全部終わるようにしてください。で、また別の日、次の時に勉強始める時になったら、またその環境を作り出すってとこからやっていってください。これを繰り返すことによって、その準備してる時に脳がね、だんだん集中力増してくるっていうことも起きてくんのよ。そのルーティンを積むことによって集中力を上げることができるなら、それってやるべきじゃんか。なので、今日言った OK 先生の話全部がいきなりできるわけじゃないと思うんだけど、できるとこからやっていってみてください。で、効果があるぞって思ったらそのやり方で続けていってください。どうですか？自宅で集中して勉強する方法わかりましたか？このチャンネルでは今回みたいに効率よく勉強する方法についても解説をしていきたいと思います。楽しみにしていてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。